どうも皆さんこんにちは、アポロでございます。今回はですね、グランプリヒーローズバトルやっていくんですが、はい、まあ、このヒーローズバトルの中でも最難関のデッキ使っていきます。まあ、結構自分は好きなんですけども、この水地ですね。まあ、水地は、はい、こんな感じでハイランダーデッキになってます。マゼルベインなんですよね。自分が好きなマゼルベインさんを使えるということで、強いんですけれども、まあ、強すぎてね、一回ナーフされてます。だいぶナーフされてる、だいぶナーフされてるけどまだ使える。ただね、めちゃくちゃ難しいっていうですね、そんなデッキになります。まあ、ヒーロースキルを確認しますと、まあ、初期ヒーローポイントが3、自分のターン終了時カード1枚引くでプラス1ですね。で0で、自分の手札1枚を捨てる。ランダムな相手のフォロワー1体に、2ダメージと相手のリーダーに1ダメージ。はい。そしてこのマイナス6ですね。水地の一投。これがね、結構やばいです。1枚を手札に加える。このバトル中、自分のリーダーは自分のターン、開始時、自分の手札に水地の一投がないなら、1枚を手札に加えるを持つと。前はね、ここ重複して持てたんですよね。何枚も水地の一投をたくさん持てたんですよ。で、この水地の一投っていうのが、コスト1のドラゴンスペルです。相手のフォロワーすべてに1ダメージ。自分の手札すべてのコストをマイナス1。うん。コスト下げられるんでこれが強いんですよね。で、自分のリーダーと自分のフォロワーすべてを1回復。カード1枚引く。そして3。自分のリーダーは、ターン終了まで、自分のフォロワー、スペル、アミレット、リーダーが与えるダメージと回復する値をプラス1するを持つと。ね。で、上記の能力が順に X 回働く。X は、これを含めず、このターン中にプレイした自分のカードの名前の種類である、上限は9回ということで、たくさんのカードを使ってですね、この水地の一投を使ってあげると、たくさんこれが効果働きますよっていう。まあ、そこがね、結構、わかんなくなっちゃうんですよね。そこが難しいポイントなんですけども、まあ、今回はそんな水地デッキを使っていきましょう。ちょっとね、今の説明だけだとよくわかんないと思いますんで、はい、早速やっていきたいなと思います。はい、アポロはね、もうこのね、A グループ決勝ラウンド進出決定してますので、はい、まあ、皆さんもね、ちょっと頑張ってみてください。さあ、ではね、早速バトルに行きましょう。皆さんよろしければ、チャンネル登録、そしてグッドボタン、押していってください。やる気が。出ます。では、バトルに行きます。さあ、やっていきましょう。一戦目は、お相手。はい、アマリリスさんやってきました。よろしくお願いします。で、マリガンはですね、もう PP ブーストですね。はい、さあ、マゼルベインやってきました。勝ちです。勝ちました。ね。まあ、このデッキのちょっと難しいポイントなんかもね、説明しながらやっていくんですけども、はい、ここはまあ、水地の技巧。みそいでください。みそぎます。で、竜炎の設計士は出しちゃっていいかな。設計は創造の卵。あのね、結構これね、手札がね、溢れちゃうんですよ。その辺難しいポイントなので、まあうまくやってください。はい。まあ気をつけます。ありがとうございます。気をつけます。うん。さあ、で、ドラゴンシュラインですね。ドラゴンシュライン、まあ踏み荒らし。はい。で、ジオスを取っていきます。まあジオス残しとくとですね、2番目のスキル使われて、そしてディティクティブガールっていうですね、進化のフォロワーがいると、進化するっていうですね、そんなカードを使われてしまいますので気をつけましょう。はい。さあ、でもこれは結構ね、 PP ブーストもできてますし、なかなか悪くないかなと。なかなか悪くない流れ、気をつけます。一応ね、融合できるカードがあるんですけども、いっぱいあるわけじゃないんでね、まあ、とりあえずね、もう6にしちゃいます。これ溢れちゃうんですけども、6にしちゃう。まあ、炎熱をね、一旦目に使えばよかったじゃんって思う方もいらっしゃると思うんですが、あのね、ちょっと違うよな。で、ここね、まあ、マゼルベインを先に使うか、それとも水地の一刀を使うか、これね、悩むと思います。ね。まあ、自分は、ここはですね、先に、まあ、こうして、で、水地の、奥義ですね。これで水地の一刀をもらって、はい、これですね。ちょっとサムネにしたいな。水地の一刀。うん。はい、このカード。これが、えげつない。
ね、一回プレイしたら、まあ、この水地の一刀使って、はい、まあ、こんな感じですね。で、次からですね、もう加わるようになりますんで、出しておきたいんですが、どうしようかな、まあ、1、2、1、2、3。まあいいか。じゃあ、こうですね。ドラゴンハンティングとかは、ちょっと使わないでおきます。まあこれも、どういくかを、まあ原理を説明しながらやっていきましょう。はい。どうくるか。まあ、マゼルベインと水地の一刀どっちを先に優先するか、まあ、あのマゼルベインを使ったら水地の一刀のあれが足りないんでね、使わなかったんですけども、こうすると何が起こるかっていうのをお見せしていきましょう。さあ見ててくれよ。こっからちょっと激ヤバムーブ見せますね。はい、有欲の制御。なかなかね、あの喋りながら使うっていうのが難しい、そんなデッキではあるんですけども、まあ、自分レベルになればね、さすがに。ね。神を凌駕してますので、自分レベルになればさすがに使えます。安心してください。ね。さあ、そうしましたら、ここで水地の一刀を使ってしまうと。ね。水地の一刀を使ってしまいましょう。はい、さあ、現象のエネツ、ここはもう使っちゃっていいです。で、これでバフを入れていって、水地の秘術で竜宮城を捨てていくね。さあ、さらにマゼルベインのダメージを与えていくと。どうでしょうか。もうこれで次ドラゴンクローって勝ちですね。簡単、まあ、簡単ではないです。はい簡単ではないまあ難しいですね。難しいんですけど、自分は結構ね、これあのナーフされる前によく使ってたんですよ。やってた時にね、昔やってた時に結構使ってたの。だから割とまあ慣れてるっちゃ慣れてる、感じですね。まあここはもう簡単に勝てちゃうんですけども、そしたら、じゃあ、ファフニール。ファフニール、そして、こうして、水地の一刀、ドラゴンクロー、ドラゴンクローで勝ちですね。まあ、このドラゴンクローはね、結構、キーカードになってきますので、ね、しっかり使ってあげましょう。ありがとうございました。はい、勝っちゃった。ありがとうございました。まあ、ファフニールとドラゴンクローだけでもいけたかな。あのね、で、一つポイントなんですけど、あんま考えすぎてるとですね、時間がなくなっちゃうんですよ。ね、どうしようかなって考えてると時間なくなっちゃうので、ちょっとフィーリングで動いてください。まあ、次の試合、その、何を目指して、水地の一刀を使えばいいかっていうのをちょっと紹介しながらね、やっていきます。さあ、次の試合行きましょう。さあ、続きまして2戦目水地対決ですね。お願いします。あのね、ナーフ前はですね、さっきのドラゴンクローあったじゃん。まあ、あのドラゴンクローもらえるスペルと合わせてですね、まあ、水地の一刀3枚ぐらい貯めて、それプラスドラゴンクローで、まあ、そこでもう OTK できたのでね、まあ、だいぶ正常になりましたね。本当にやばかったんでね。で、まあ、ポイント。水地の一刀のポイントなんですけど、まあ、なるべく早く使うっていうのもそうなんですけど、その、何種類プレイして使うのが適切なのか、ね。まあ、最初は1とかでもいいと思います。1、3、4。1、まあ、1はまあ、1枚プレイしてから水地の一刀で、コストを下げられる。で、3は、まあ、打点を上げられるんですよね。で、リーサルここで取れそうだなっていう時とかに3。ただ1、4、結構意識します。1、4、4でプレイすると、あのね、相手のフォロワーをですね、なるほどね、4でプレイすると、あ、自分のフォロワーを、まあ、コスト2下げられるんですよね。そこが非常に大きいので、まあ1と4っていうのは、まあ、相当意識して自分はプレイしてます。はい。
それ以上になってくるとなかなか難しいので、まあ1と4でいいかなっていうね。強くならなきゃ。そんな風に思っているんですが、急ぎます。はい。急いでくる。そうですね、自分も。PP ブーストここでしちゃってっていうのはありだけど、ありですが、まあこうですかね。やっぱりね、これはさっきも言ったんですけど、なるべく最速で水地の一刀を使ってコストを下げていきたい。これでだいぶ変わるんでね、この後の動きが。で、あんまりこいつは取んない方がいいですね。で、相手もここから水地の一刀を使ってくるかどうか。はい、さあ使ってくる。たまにこれね、水地の一刀を理解してなくて最初に使っちゃう方がね、時々いるんですよね。一発目に使っても意味がないので、そこは気をつけてください。なんかプレイしてからじゃないと水地の一刀は意味がない。そこはちょっと注意していただけたらなと思います。まあ、竜宮城ワンチャンね、竜宮城ドラズエルとか、まあ、竜宮城使うときっていうのはバイルドラゴンとかですね、ドラズエルとか、あとは採石竜ですね。その辺がいるときは竜宮城の、恩恵を受けるっていうのもありかなっていうふうに思ってるんですけども、はい。さあ、ここは荒野に創造のハサミを入れていく。はい、荒野に創造のハサミを入れるね。ハサミを入れて、で、水地の一刀ですね。水地の一刀。はい、さあレジ。まあそうだね、あんまりここは、あんまり出したくはないですけどね、正直。出したくないけど出さないと溢れちゃうんだよな。溢れるのが嫌なんですよね。竜の渦き、全てを食らう。ブレードツール。まあこいつも取りたくないけど、ちょっとダメージ食らいすぎてるので取ります。少し休むね。はい、休んでください。まあこのドローもありますんでね、ちょっとまあこれでも溢れてしまう。さあ、マゼルベインがやってくるかですね。マゼルベインだけは3枚入ってますデッキに。で、次とかは4枚プレイして、滅びの光を授けん、4枚プレイしていくっていうのを意識してやっていく。4枚、まあマゼルベイン含めて4枚プレイしてから水地の一刀を使うっていうね、それ意識でいいかなと思います。なるほどね。ここでもうがっつり来るぞと。まあ、マゼルベイン引けてないんですね。だから次は何作ろう。なるほどね。これで、いやでも7点食らっちゃうのは痛いね。見事なり。7点食らっちゃうのは痛いし、どうしようかなっていうねところではあるんですけれども、まあだからドラゼールでいいかな。そしたらドラゼールで行くのか、いやまあ混ぜるでも12点ね、12点ワンチャンリーサルあるんだよな。ちょっと怖いですけど、まあ混ぜる行ってみようか。ちょっとここは冒険させてください。難しいですよねその辺。遥か高みへ手を伸ばせ、高みへ。でドラゴンブリーダーどこか。でイルマが来ました。まあこのイルマが、融合できるっていうカードですね。でまあ4にしてこれはもう行きたいので、こうしちゃいます。で水地の一刀。ああいいですね、絶大絶大めっちゃいい。
絶大めっちゃいいです。そしてまあマゼルベインを使っていくと。これね、次のターン自分生き残ってたらリーサルあるんでね。うん、いやリーサルないか、ごめんごめん。 PP ブーストできたらリーサルある。フォルテ&ミリアム使えればリーサルある。まあそうだよな、なんかもうリーサル見ようとしてるなっていうのがあったんですけど、多分そうですよね、多分ガンダゴーザがいるからっていうね、そういうところだったんじゃないかなと思います。ちょっと待ってね、計算させてね。でもフォルテ&ミリアムでね行っちゃっていいと思うんだ、ここは。うわちょっと怖い、これプラスなんかで来られて。ただマゼルの打点が入ってないので、マゼルがないんですよ。でもあのね、有欲の制御ってやつがいるんですけど、あいつが怖いかな。まあいつが来ても、あいつが来たらちょっと危ないね。試練は進む。魚はこれで。いやこれね、リーサル取りいきますよ。ちょっと見ててください。さあ、フォルテ&ミリアム、フォルテ&ミリアム。ただはい、絶大、みんなごめん、絶大で、現在3回、はい、4回で、どんどん上乗せしていきます。これはうん、4回、私は一流のレディーなので、さらに上乗せして、ここさらに上乗せして、ここでいや砂利のちぎりかな、砂利のちぎりを使ってからの、さあ水地の一刀を食らえと。うん、さあ行くぞ。まあ、これでマゼルベインの、ダメージプラスフォルテ&ミリアムで勝ちというね、はい、そんなプレイでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。うん、まあちょっと危なかったですけどね。まあ、序盤ダメージ食らっちゃった方が痛かったんですけども、はい、こんなところでいかがでしょう。さあ、次の試合に行きます。さあ、続きましてお相手は、はい、ベルディリアですね。よろしくお願いします。でね、まあ、シャドバー結構先行が強いこと多いんですけども、これに関しては後攻の方が強いです。はい、まあ、ポケポケと同じですね。これも後攻が強い。やっぱ後攻1ターン目から打てるんでね、4ターン目に水地の一刀いけるっていうことで、まあ、高校のが強いです。ベルディリアもまあ強いですね。結構まあ強めのデッキになるんですけど、アポストラアームズとかね、使ってくるっていう進化デッキですね。まあ、理想的な動きをされてしまうと怖いので、進化はちょくちょく潰していきたい。さあ、ここはドラゴンシュライン。ドラゴンシュライン、まあ、踏み荒らしかな。はい、さあここは水地の技巧。まあ今回はね、かなりうまくやってる方だと思うんですけど、手札の管理がね、多分慣れてないと、ずっとこのプラス1使ってるとですね、手札の管理うまくいかなくて、手札が溢れちゃうと思うんですよ。うん、だからちょくちょくこの0を使って、まあ、捨てていくっていうね。ただ最初の水地の一投までは自分は正直もう全力でプラス1で貯めていくっていう方が、いいのかなと思っております。はい、まあこれかなりいいですね。うん、まあなんか細かい点数このくらい出るなっていうのが、まあアバウトに分かってくるので、ずっと使ってると、まあマゼルベインの打点プラスされて、そして、まあ、さっきの試合とかもマゼルベインの打点がプラスされて、さらにフォルテ&ミリアムの打点があって、プラス炎熱があってみたいなね、なんかちょっと分かってくるので、その辺はもう慣れですね。
完全に慣れになってくるのかなと思うんですけれども、はい、さあここはジェネシスドラゴン、まあ打点はそんなにね食らいませんし、うん、でちょっとこれ1枚溢れちゃうんですけども、まあしゃあない、いいです。やっぱりこのね水地の一投、ここをいかに使うかっていうね、いやーだからこれね悩むね。まあスーロンかな、スーロンで行くんだけど、今回 PP が多い状態で使えるじゃないですか。だからいや一番いいのはねマゼルベインを引くっていうのが一番いいですけどね。ワンチャンだから4プレイしてから水地使えると最高。はい、さあどうでしょう。はい、コンパッション、あ、コンパッションいいですね。これはねあのアフレケアになりますんでめちゃくちゃいいです。ここのコンパッション最高かもしれん。うん、まあ何が最高かっていうのを言いますね。はい、まあ波頭の暴圧、暴圧、そしてスーロン進化ね、進化しちゃっていいです。でまあ水地の一刀を加えてしまう。はい、全て流す。でねまあファフニールですね、ファフニール捨てちゃっていい。でマゼルベインがやってきます。そしたらちょっとここをまあ掃除すると、踏み荒らしとキリエを融合しちゃってくださいね。でさっき言ったんですけど4ですね、4枚プレイしてから今回は使うぞということで、うん、まあこうかな。はい、これかなりいいですね、かなりいや、あそこに打たなくてよかったか、顔面でよかったか。まあ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 いいです、まあいいです。 OKOKOK、 これでもう勝ちですね、ほぼ自分の勝ち。ドラゴンクローがこんだけ下がっていて、でマゼルも起動できますよっていうことで、まあもう勝てます。はい、アポロの勝ちです。まあだいぶ回復してくるデッキではあるんですけども、まあだからね、そうだね、まあここでもね結局コスト下げていくんですよ。ただ回復されちゃうので、回復されちゃうじゃん結局ね、回復されちゃうから、その辺はまあうまく気をつけながらやってくださいねっていう感じです。なので絶大、その辺はね相当意識しながらやった方がいいと思います。はい、かなり意識してください。でドラゲナイ、ドラゲナイアイラからの水地の一投、うん、これでまた4枚プレイなんですよね。4プレイの水地の一投、そうだな、クモの木狩りね、まあクモの木狩りを捨てちゃっていいかな。はい、まあドラゴンクローでドローできますので、まあここをどうやってうまく使うかですね。はい、まあここは全部顔面いっても微妙に届かないんですよ。微妙に届かないっていうか、多分まあ7点ぐらい残ると思うんですよね。ちょっと1桁ぐらいまで削れるんだよね、照明、ドラゴンクロー、そしてマゼルベインのアタックっていうのを加えるといけるんですけど、まあちょっと届かないと10点、まあ8、9、10ぐらい残っちゃうんだよね。でそっからねすげえ回復していくんだよ、このデッキは。結構回復力もあるデッキなので、だったらまとめて次にね打った方がいいんじゃないですかいと。うん、
逃げていうことで自分は剣を抜かす。ここはですね次に温存したと。だから絶大の証明スタートですね。絶対これはね忘れないでください。絶大の証明がもうすぐ使えなくなっちゃうので証明スタート、そうこうやって回復していくんだよ。だから例えばアマリリスとかこのベルディリアに対しては相当回復するデッキなので、打点をまとめるっていうですね、まあその辺の意識も大切かなというふうに思います。その辺はちょっと考えながらやってあげるとうまく勝てるのかなと。これ取れるの相手。なるほど。いやそうすると絶大の証明が使えないやん。そうすると使えないじゃないですか。使えないじゃないですかねえ。絶大の証明が使えないじゃないですか。ただこの剣はまあお相手がそうするんであれば、はい、ドラゴンクロー、インフェルノメテオと。そしたらインフェルノメテオ一回打ちます。さあ竜宮城、竜宮城ね、竜宮城で、まあ竜宮城は違うかな。ちょっと待ってね、アフェクション、アフェクション、違うわ。いやーちょっと絶大の証明が使えなくてちょっと狂っちゃったな。計算がおかしくなっちゃった。計算がおかしくなっちゃったよ。計算がおかしくなっちゃったじゃん。ただワンチャンいけるんじゃないか。1点足りないな。うわーちょっとおかしくなっちゃったな。おかしくなっちゃったじゃん。だからここアフェクション行ったところバイルドラゴンでよかったですね。いやこれがあるんだよな。なんか分かんなくなっちゃうんだよ途中で。これはねもうみんななので許してください。全員こうなる。本当に全員こうなる。なんかよく分かんなくなるんだよ途中で。さあこれはねコストを、下げてきました。いやーちょっとやっちまったな。やっちまったな。わかんなくなっちゃった。わかんなくなっちゃったな。こういうこともあります。まあ決勝はでもね、ワンチャンこれもありかなと思ってるんですよね。決勝はだから水地か、水地、アマリリス。まあアマリリスが一番使いたいですね。水地、アマリリス。まあバニーかな。まあその辺使いたいなと思ってます。はい、まあちょっとまあ皆さんが何使いたいかもねぜひお聞かせください。いやまあ勝ちだねこれは。はい、ありがとうございました。勝ちです。バイルドラゴン、バイルドラゴンがいると、まあ、マゼルベインの効果と合わせて勝ちですねと。いやーちょっとすいません、なんか分かんなくなっちゃいました最初その前のターン。計算が狂っちゃった。はい、ただまあ勝ちですよと。まあだからね初心者さんには復帰したばっかりの方にはおすすめはできないんですけど、でも楽しいですよ。ちゃんと回せた時は楽しい。そんなデッキがこの水地デッキですね。さあ、もう一戦やっていきましょう。よろしくお願いします。さあゾウイグニスドラゴンいいですね。ちょっとたくさん引けてないのがね、まあ、竜宮城ちょっと使ってみたいな。早めに来ていれば、まあ、コスト下げて使えますんで、たくさん。いやまあ PP ブーストいっぱい来てるんでいいんですけど、やっぱたくさん欲しい。であとずっと先行なのか嫌ですね。高校くれよ、高校くれ本当に。
全然違うんだから。急ぎます。私は一流のレディなの。はい、さあマゼルベイン勝ちました。いやこれはもう勝ちだね、さすがに。まあいやこれ真面目にね、真面目な話勝ち自分時々見切りで勝ちですって言うんですけど、まあ真面目に勝ちですね。これ強いよな、強いよその強さ。うん、強いよ、認める。お前は強い。破壊されなかったらダメージ与えるっていうね、めちゃくちゃこの能力とマッチしてますからね。うん、無力は力に勝るので。まあドローを選ぶか、それとも、ああドローを選ぶんですね。うーん、無力ですよ。はい、ああそっかそっか、2つでいきますよと。さあ託戦がやってきて、まあまあまあ、でもそうですね、でもやっぱりこれね、いや結局これなんだよ、結局水地の一投で解決していくっていうデッキなんで、まあ水地デッキなんでね、そういうことな、もうそういうこと。気に食わねえな。気に食わねえか。今回はまあ爆絶 PP ブーストできたんで、この辺でだから悩んで除去とかしてしまうとちょっとね狂ってきますんで、その辺は覚悟を持ってね、でその辺がね高校やりにくいんよ、あ先行やりにくいんよ、高校の方がたまんの早いんで、そっちの方がいいっていうのはまあそういうことなんですね。はい、はるか高見え手を伸ばせ。あとはね、温存するっていう選択肢も大切ですね、こういう場面で。無力でした。ここ使えるけど、無力ですよ、使えるけどちょっと温存しとこうっていうね、そういう選択肢も大切。まあちょっと1枚溢れちゃうんですけどね、溢れちゃうんですけど、ここは温存でいいです。無力でした。いい、温存でいい、全然いい。毒眼竜はねだいぶ強いんでね。この場にザクは、はい、エチカ、じゃあ竜宮城使う、竜宮城スーパーバイルドラゴンアタック。でもそんなことしなくてもジェネスで勝てそうなんだよな。残さず消えなさい。竜宮城使うのやめます。はい、試練は進む、すいません、やめます。ここはですね何をするかというと、ちょっと待ってね、何をするかというと、ね、炎熱、炎熱、炎熱一刀、はい、炎熱一刀で、キリエ、はい、炎熱一刀キリエの進化と、炎熱一刀キリエの進化、このキリエと、結構あるのがこのキリエと合わせてですね、あいつ合わせて強く使うっていうのは結構やりますね。 PP を回復してキリエとか、あとはなんだっけ、あじゃあ竜宮城ごめんなさい、はい来た、帰るわ、キリエプラス一刀とか、一刀プラス絶大、うん、絶大の証明とかね、絶大の証明、どうだっていい、あ勝ちました、はい、ありがとうございます。いやまあまあやっぱね PP 下げられるっていうのは強いですね。流れ急ぎました。ちょっとまあ難しいんですけど、いや自分はね難しいけどこのクラスが本当に
ちゃんと使えれば一番楽しいクラスだなと思うんでね。まあ、ぜひね、ちょっと皆さん使ってみてください。はい。多分、食わず嫌いして、触ってないっていう方いると思うんですけど、本当にうまくいった時すごい気持ちいい。脳汁出る。そんなデッキになってますんでね。脳汁デッキ。で、マゼルベインが過去最強に強く使えるデッキなんで、ぜひね、一度触れてみていただきたい。はい。では今回の動画はこの辺で、またね、次の動画、そして生放送でお会いしましょう。まあ、決勝は生放送でやりますんで、たくさん見に来てください。はい。終わります。